米沢市の観光の舵取り役を担う米沢市版 DMO 米沢観光推進機構の設立総会がこのほどグランド北陽で開かれました。米沢観光推進機構は観光客受け入れの環境整備や広告宣伝、観光客誘致など地域の稼ぐ力を引き出し地域経済を活性化しようと米沢市版 DMO 構想の中核組織として設立されたものです。 DMO とは観光経営の視点に立った観光地域づくりの舵取り役となる法人のことで、米沢市版 DMO は方向性を示す米沢観光推進機構と今年4月に観光 DMO 登録した観光まちづくり法人プラット米沢で構成されています。会員は商工会議所や観光コンベンション協会などの代表34人で、会長に中川勝米沢市長、副会長に米沢商工会議所の増村力会頭と米沢観光コンベンション協会の小島弥左衛門会長が就任しました。今後は宿泊情報や移動情報など観光客から収集したデータをもとに観光施策を立てる観光 DX 事業や地域紙のデジタルアーカイブ化などの事業を行っていくことになっています。